新幹線で手をつないで爆睡か。ラブラブなカップルだな。あ、女の人の顔、どこかで見たことが。あ、元スピードの今井絵理子じゃないか。男の方は政治家か？沖縄県那覇市に三人兄弟の末っ子として生まれた今井絵理子さん。その端正な顔立ちにより、幼い頃から人よりも目立っていました。そんな絵理子さんは7歳の頃に沖縄アクターズスクールに入り、10歳の頃には芸能活動を始めていました。今度、新しくアイドルユニットを作ろうと思っているんだよ。このスクールからメンバーを選抜したいんだけど、いい子はいるかい？アイドルですか。今井絵理子ちゃんなんかいいですよ。歌もダンスもうまい。おまけに顔だって美人だ。うちのスクールの一押しです。絵理子さんは2013年、同じスクールに通っていた荒垣ひとえさん、上原貴子さん、島袋ひろ子さんと共に4人組アイドルグループスピードとしてデビューします。当時メンバー全員が小中学生であることも話題を呼び、デビュー曲ボディ&ソウルは60万枚のセールスを記録しました。本日でスピードは解散します。2000年、スピードは人気絶頂の中解散をします。その後、絵理子さんは2004年に、イナゴライダーのボーカル翔吾さんとできちゃった結婚をします。あれはバンドの活動で全国を回らなきゃいけないし、忙しい。子供のこともあるし、絵理子、これからは家庭に入ってほしいんだ。いやよ、私だって芸能活動したいの。じゃあ、子供の面倒は誰が見るんだよ。この子は耳が聞こえない。普通の子じゃないんだ。そんなこと言ったって仕方ないじゃない。私は芸能界と両立してこの子を育てるわ。わかったよ。勝手にしろよ。俺は仕事に行ってくるからな。今井さんと翔吾さんは結婚当初から育児に関する意見の衝突、お互いの多忙によるすれ違いなどに悩まされていました。そして3年後の2007年の9月、お互いの心の距離が開いてしまったためと離婚してしまいました。これでこの子の育児に口を出す人もいなくなった。障害は個性なの。かわいそうな存在なんかじゃない。幸せになってもらうために子育てを頑張ろう。そして、絵理子さんは24時間テレビからある依頼を受けたのでした。スピードを再結成させて、チャリティーコンサートをしませんか？障害者の支援のためのチャリティーコンサート。受けます。絵理子さんは2つ返事で快諾し、チャリティーコンサートは行われました。皆さん聞いてください。私がこの仕事を受けたのは、私の息子に耳に障害があるからです。このコンサートを通じて、息子のように障害がある子がいることを知ってもらいたい。障害は個性なんです。絵理子さんは24時間テレビで自身の子供の障害を告白して以降、それに関する支援活動を行っていました。そして2016年夏、絵理子さんは参議院選挙に立候補をするのでした。私は政治経験がありません。13歳の頃から芸能界にいて、歌とダンスしか知りませんでした。でも息子と出会い、聴覚の障害に向き合うことによって、初めて別の世界に目を向けることができるようになったんです。息子が生まれてきてよかったと思える国にしたいんです。絵理子さんは自身の実体験を交えた演説で市民の支持を得て、見事比例で当選します。それからは政治家として、日本全国で講演活動などを行っていました。2016年4月、今井さんは自民党の兵庫県の青年局からあるオファーをもらいます。今井さん、兵庫県に来て勉強会の講師をしていただきたいです。はい、わかりました。その後の窓口として今井さんと連絡を取っていたのが、青年団部長だった橋本健さんでした。いやー、今日の勉強会ありがとうございました。すごくいいお話を聞けてよかったです。いえいえ、私はありのままの実体験をお話ししただけですよ。今井さんともっとお話をしたいが、これから講演会のお礼も兼ねて飲みに行きましょうよ。変なことしないですか？当たり前じゃないですか。私には妻と子供もいるんですよ。見てください。可愛いですね。Facebook に家族の写真を載せているんですよ。自慢の家族ですからね。仲がいいんですね。はい。ああ、とりあえず飲みに行きましょう。その後、絵理子さんと健さんは勉強会後、急速に親しくなっていき。橋本議員は今井議員とすごく仲がいいですよね。おお、今頑張って口説いてんだよ。
俺が呼べばいつでも来るぜ。大丈夫なんですか？奥さんとお子さんもいるのに。別にそういう関係になろうってんじゃないから大丈夫だって。エリコさんとケンさんの仲は県内の議員の間では有名になっていたそうです。エリコさん、これからは秘書としてエリコさんの活動に同行してもいいでしょうか？ええ、ケンさんはすごく話しやすいしいいですよ。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。なあ、今井議員の横についてる男って誰だ？この前別の仕事先にもついてきてたけど、あいつ兵庫の市議会議員じゃないか？ケンさんはエリコさんの向かう先々に同行し、議員の間ではあいつは誰だと噂になっていました。いや、お待たせ。じゃあ行こっか。2017年7月14日、エリコさんが住む都内のマンションにスポーツカーで現れたケンさん。到着するとすぐエリコさんを助手席に乗せて、そのままどこかへ走り去ってしまいました。二人が帰ってきたのは日付が変わってからでした。二人はこの間どこで何をやっていたのでしょうか？翌日、新幹線のグリーン車で新大阪に二人は移動します。手、繋いでもいいですか？やだ、人に見られちゃうかもしれないよ。グリーン車ですし大丈夫ですって。もう私寝ちゃうから、寝ている間に握ったら私気づかないかも。こんな新幹線の中で大胆に手を繋いで寝ているなんて不用心だな。尾行されてるとも知らないで。あんたたちの関係は前から怪しまれていたんだよ。もう少し見張らせてもらうよ。新大阪に向かう新幹線の車内で大胆にも手を繋ぎながら眠っていたエリコさんとケンさん。その写真は週刊新潮の記者に撮影されてしまいました。なんと、新大阪について二人は別れたから何もないのかと思っていたが、まさか同じホテルの部屋に消えていくなんて、こりゃ不倫確定だな。エリコさんとケンさんは、この二日間の写真が決め手となり、週刊新潮で大きく不倫を報道されました。二人は一体どういう関係なんですか？週刊誌に書いてあるような関係ではありません。私も好意を抱いていたのは確かですが、彼はまだ再退社。一線を越えるようなことはしていません。新幹線で手をつないでいたのはなぜですか？それは寝ていたのでよく覚えていません。奥さんとお子さんがいながら不倫したんですか？いえ、そんなことはしておりません。しかし、私がエリコさんに言い寄ったのは事実です。現在妻とは離婚調停中。もともと夫婦仲は良くありませんでした。それが終われるまでは一線を越えない、これを守っています。では、離婚が成立したら今井エリコさんとお付き合いするってことですか？そうなる可能性はあるかもしれません。二人は徹底的に不倫を認めず、一線は越えていないと言い張りましたが、世間はそれを信用しませんでした。二人で同じホテルに泊まっておいて一線は越えていないってね。またまた今井エリコは議員として勉強不足だったのに、こんなことまでして恥ずかしくないのか？寝てる間に無意識に手を握っちゃったら仕方ないか。んなわけあるか。こんな奴らには政治なんて任せられん。世間は二人を大バッシングし、二人は議員としての責任を問われました。この騒動により、ケンさんは市議を辞任。さらに離婚も成立して、子供の親権を失い、経営していた歯科医院を閉鎖することになりました。エリコさんはしばらく公務を休むことになりました。一時の恋の暴走で日本中から大バッシングを浴びた二人。現在では交際宣言をしており、再婚間近とのことです。一線越えてそうだな。さすがに無理があるだろう。あくまでも二人は否定し続けたので、真相はわかりませんが、ホテルの同じ部屋の同じベッドで寝ながらも、離婚が成立していないからとぐっと我慢していたかもしれませんよ。無意識に手を握る奴が我慢できるかよ。確かにそれは言えてますね。今井エリコも子供に生まれてきてよかったって言える社会を作りたいって言ってたのに、自分の行いで相手の家族、自分の子供がどう思うのかってことはもうちょい考えられなかったのか？珍しく今回は鋭い指摘をしますね。珍しく？何言ってんだ？いつも俺は鋭い指摘をしてるぜ。